人生でした一番の恐怖体験って何ですか恐怖体験はうん何個かあってまあでももう時効なんですけど二十歳前後の時になんケミカルを摂取して3枚ぐらいいったんですけどもう今なくなっちゃったモジュールってクラブであの水を買おうと思って。 結構決まったんですけ1,000円札をこう自販に入れてたんですけどそれがこう全部出てきちゃってて1,000円がそれを5時間ぐらいやってたっていう。で後ろパッて見たらカップルが「こいつ何してんだろう?」っていう目で見てそっからバッドト,トリップに入ってでその時サングーバ橋っていうところに住んでたんですけどそこをタクシーで。 帰るまでの距離もなんかすごいスローだしなんか秒秒が100秒みたいなでその時当時住んでた彼女もロス行っちゃってて誰もいなくてもう自殺しようかなっていうぐらい落ちたんですけど音楽聴いてもテレビ見てもなんかあとお風呂に入ってもなんすごいバッドト,トリップでなんか毛穴からちっちゃいおじさんがいっぱい出てきたりとか。 壁の穴に消えていくみたいな。なんかそのトリップしててでもういいやと思って。なんかリモコンパッと押したんですよ。そしたらあのなんか加藤ミリヤさんっているじゃないですか。加藤ミリヤさんと若旦那さんのデュエット曲が流れたんですよ。その時にぶち上がってやばいってなって。<laughs> でそ、それで治ったんですけど、それではいになったっていう。 のもありましたし結構でも何回かそういうの経験してますでも加藤みりさんと岡旦那さんには本当あったらそれを伝えたいですね